まあ転ばないように皆さん祈ってくださいね。では行きましょう。今日の御言葉行きましょうね。11月17日金曜日、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。ガラテヤ3の27。And when you are baptized, it was as though you had put on Christ. In the same way, you put on new clothes. And when you were baptized, it was as though you had put on Christ. In the same way, you put on new clothes.洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。はい、それでは行きましょう。おう、あ、びっくりした。ルータ、よいしょ。では、あ、今日こうして、はい、今日はいい天気ですかね。いい天気ですね。久しぶりで、久しぶりの、自転車ですね。これ自転車ですね。はい、ちょっとですね、向きが、やり方がですね、ちょっとやり方がありましてですね、どういうやり方だったかな。はい、これで大丈夫だと思います。はい、ちょっと寒いですね。手袋、あ、ごめんなさい、ちょっと大事なものを忘れてきました。ちょっと皆さん、ちょっと待っててくださいね。リュックサックを、リュックサックを忘れまして、手袋とね、ちょっと寒いので、では早速行きましょう。では手袋するとあれですね、路面が本当にいいですね。じゃあ行きます。はい、今日はですね、ガラテヤのとこでしたね。ガラテヤのキリストにつくものは、洗礼を受けてキリストにつくものはキリストを着ている、キリストを着ているというふうに、服を着ているように、服を着ているようにキリストを着ているという、そういう言葉です。
で、それはまあそのまあ私たちがね、霊的にこの罪人で罪人です。しかしイエスキリストを信じると、まあ、イエス様を着ている、あの孫にも衣装っていう言葉があるんですが、孫にも衣装っていうのはあの馬をね、馬をこの引っ張ってる人っていますよね。その馬を引っ張ってる人は、まあ、その社会的には、まあ、低い人のようですけれど、しかし、まあ、その夫の殿様みたいな服を着るとですね、まあ、偉く見える。それが孫にも衣装っていうことなんですけど、私たちは弱い人間、罪人の人間ですけども、しかし私たちはイエス様を着るとですね、まあ、神の子になる。イエス様を着るとですね、神の子になるというのがそういうことじゃないかと。そしてですね、この先はちょっと飲むのきついですね。電動が欲しいですけど、これ以上ちょっと無理で、ここからはちょっと歩いて押していかなきゃいけないんですよね。これ下手じゃないですよ、結構坂道ですね。聞こえますね。キリストを着るというのはですね、キリストを着るというのは、まあ、結局ですね、まあ、聖霊様を着る、聖霊様を着るということではないでしょうか。キリストを着る、はい。そういうわけで、信仰というのはおはようございます。ハレリア。元気いいですね。元気いいでしょう。お出かけですか？はい、ちょっと散歩に行ってきます。声をかけて、くれた方がいますね。まあ、多分知らない方だと思うんですが、知らない方ですけども、声をかけてくれて、元気ですかという。一応ハレリア言えました。ハレリアと言うことができました。皆さんもですね、これからハレリアと言ってくださいね。皆さんが外に出たらですね、ハレリアと言ってください。日本中ハレリアという挨拶、日本中ハレリアという挨拶をですね、シャロームでもいいですよ、シャローム、皆さんが言ってくださればですね、どんどん広がると思うんです。ですからぜひ皆さん、ハレリアと言ってくださいね。
どういうとこ？どういうところを歩くとかちょっと入手しましょうかね。こういうところですね。ここにベンチがありましたね。よし、そうですね、ベンチは音がうるさいから止めちゃった。よし、その坂もちょっときつそうですね。この坂もちょっと多摩県は坂道が多くてですね、坂道が多くて人を移しちゃうといけないので、ちょっとこう、人が多いので移さないように気をつけます。つまり信仰というのはですね、信仰というのはキリストを着ることです。そしてそのキリストを着るというのはですね、聖霊様を着る、聖霊様を着る、聖霊様を持ってるか持ってないか、そういうことではないかなと思います。ですから皆さん、ぜひ多くの人はですね、多くの人は罪を着ていると言ってもいいかもしれません。まあ極端に言えばですね、極端に言えば悪魔を着ている、悪魔を着ている、悪霊を持っているというのはですね、悪霊を持っているということは悪霊を着ているというふうに考えると分かりやすいかもしれません。多くの人は悪霊を着ている、ちょっと人がいないので、人がいないからちょっとこう画面これでも大丈夫だと思いますね。多くの人は悪霊を着ているね。これはまあ玉受けの裏道みたいなものでしょうか。よいしょ、ここでまたちょっと自転車乗れますね。それではまた自転車乗ります。はい、皆さん、イエスも着るためには、バプテスマを受けると言います、ね、はい、その、聖霊のバプテスマね、聖霊のバプテスマを受けるということが、聖霊を受けるということになるでしょう。そして聖霊を受けるということはキリストを着ることになるでしょう。この辺はですね、景色がいいんですね。どっか景色のいいところ皆さんにお見せしたいんですが、どこがいいでしょうかね。ちょっと人が映っちゃうときなので、ちょっと横を向きますが、人は映らないで工夫してみます。これちょっと難しいですね。ちょっと人がですね映っちゃうので、ちょっと下向きにします。これで大丈夫かな。やっぱ結構人が
勤通学でちょっと人が多いのでちょっと難しいね。よいしょ。この景色ですね。映らないように工夫しておりますが、ちょっと難しいね。じゃあ申し訳ないですけどね、やっぱ人が多いので、この方がいいかもしれませんね。それではですね、こうやって行きましょう。よいしょ。女性はですね、ファッションでいろんな服を着ます。まあその違う服を着てですね、楽しみます。でも本当のファッション、本当のファッションはキリストを着ることなんですね。キリストを着ることが本当のファッションと。見えるでしょう。ちょっと景色のいいところをちょっと探しております。この辺の景色が良さそうですね。景色がいいですね。どうかな。そこだともいいかな、そうですね。ちょっとですね、この辺に車が自転車を置いてですね、いい場所見つかったので、ちょっとここにですね、この辺りで放送したいと思います。ではちょっと外しましょうね。これでいいですね。これで一応行きました。はい、ちょっとどこにいるかまず皆さんお見せしましょうね。あらら、今こういうとこにいますね。ここちょっと景色いいでしょ。ですからこの景色のいいところですね。ここは入ることはできないんですよ。景色がいいのでここで話したいと思いますね。以前からここのパノラマをですね、皆さんにちょっと見てもらいたかった。このパノラマとても
気に入っていましてですね、初めて、今回初めてだと思いますね、ここのパノラマ来ましたね、初めて来ましたね。はい、それではですね、今ですね、天国シリーズをやっておりまして、で今日もですね、今日も天国についてちょっと読みたいと思うんですね。でちょっとパノラマを見ながら皆さん、聞いてください、どこだったかな、これかな、今度はですね、ルワンダのマッコ・ムサガラという人の、証ですね、あ、ごめんなさい、エマヌエル・トゥワギライマナ、エマヌエルさん、ルワンダのエマヌエルさんの証です。私はこの素晴らしい神の人エマヌエルの証を皆さんに伝えます。彼はウガンダにある私たちの家をよく訪れます。エマヌエル・トゥワギライマナは中央アフリカのルワンダ共和国の出身です。1994年まで彼はクリスチャンとしての生活を送っていましたが、彼は神との歩みに忠実ではありませんでした。1994年のあのルワンダ大虐殺の時、エマニュエルと彼の友人たちはルワンダの首都キガリから45キロメートルのところにあるギタラマの町のカブワイ学校で罠にかかりました。エマニュエルは爆弾の破片で体中に重傷を負い歩けなくなりました。彼らはその学校から外に出ることもできませんでした。それは非常に危険だったからです。医学的治療がなされなかったため、ある日の朝エマニュエルが死んでいるのを会の友人たちが見つけました。彼らはエマニュエルの膨れて悪臭のする死体をベッドカバーで覆い、それを押して部屋の隅に置きました。すでに悪臭を放つ液体がエマニュエルの死体から漏れ出ていました。天国の門、じゃあちょっとですね、私を写しまして、はい、ちょっとまた場所を変えましょうね。ここでいいかな、後ろに落ちるか、天国の門、エマヌエルは自分でもわからないくらい突然自分の体から出たと言っています。気がつくと彼は大きな門のところにいました。その門のところに二人の男性が立っていました。彼らはこう言いました。私たちは天使です。今あなたは天国の門に立っています。エマヌエルが自分の体を見ると地上の体とは違って非常に美しい体であることに気づきました。その二人の天使は、彼を連れて甘美な香りのする花々の園を通っていきました。彼らは彼をある方のところに連れて行きました。その方はご自分をキリストと紹介なさいました。
イエス様の二つの姿。イエス様はご自分をエマヌエルに二つの姿で示されました。第一は、彼は傷跡のある体でご自分を示されました。彼は十字架刑の際に釘によってできた傷跡をエマヌエルに示されました。その後イエス様がエマヌエルと一緒に移動し始められると、彼は傷跡のないとても美しい体をしておられました。イエス様はエマヌエルに多くのことを語られました。それから彼は地球に一緒に戻りました。彼らはルワンダに来て、エマヌエルの体が横たわっているちょうどその部屋の中で立ちました。彼らは空中で立っています。しかも誰も彼らを見ることはできませんでした。イエス様はエマヌエルに彼の死体をお見せになりました。エマヌエルはそれは恐ろしいものに見えたと言っています。それは死んだ牛のようでしたとエマヌエルは言っています。彼らはその部屋にいた人々の声を聞くことができました。人々はこう言っていました。ああ、救われていたあの人が死んでしまった。イエス様はエマヌエルに、いずれエマヌエルがその腐敗した体の中に戻るようになると語られました。イエス様はエマヌエルを天国に連れ戻されました。そして非常に美しい家々のある都を彼にお見せになりました。エマニエルはそのような家を今まで見たことがないと言っています。それから彼は湖を見せてもらいました。イエス様は彼に、彼の時がまだ来ていないので彼はその湖を渡ることができないと語られました。その湖の向こうに生きている人々が見えました。天国にいた予想外の人物、彼がよく見るとルワンダで知り合ったことのあるイスラム教徒の人が見えました。またかつて自分が一緒に働いたことのあるクリスチャンたちも見えました。彼はイエス様にどうしてこの人たちがここにいるのか尋ねました。キリストは彼に、この人たちは天国に来ることができて神と共にいられるようになったと語られました。エマニュエルはイスラム教徒の人がどうしてその中に入ることができたのか尋ねました。イエスは彼にこう言われました。彼は死のうとしていた時、私の名を呼び求めました。そして私は彼を永遠の日から救いました。天国に来ることができなかった人々、それからエマニュエルは亡くなった主にある一人の姉妹のことを尋ねました。彼女はルワンダで主にお仕えしていた人でした。イエス様は彼に、彼女は心に許さない思いと苦々しい思いをたくさん抱いたまま死んだゆえ天国に来ることができなかったと語られました。わお。彼女はルワンダの病院にいる彼女を見舞いに来なかった仲間のクリスチャンたちを許さなかったのです。それからエマニュエルは、亡くなった男性で飼って一緒に祈ったことのある人のことを尋ねました。イエス様は彼に、その人は病院の患者たちを援助するためにクリスチャンたちが集めたお金を盗み続けたため天国に来ることができなかったと語られました。エマニュエルは地獄に案内されました。地獄は汚く、休息は全くなく、そこには皆裸の者たちばかりいました。あなたは聖書を食べました。それからイエスはチョコレートバーのように見えるものを持ち出されました。イエスはエマニュエルにそれを食べるようにと言われました。彼はそれを味わってみると、確かにそれはチョコレートのような味がしました。彼はそれを全部食べました。イエス様は彼にこう語られました。
あなたは聖書を食べました。今それはあなたの頭の中にあり、あなたはどこに行ってもそれを思い出すことができるようになります。それは本当です。エマニュエルは彼の頭の中に全ての御言葉を持っています。すごいいいですね。超自然的に備えられた手術。彼が地上で死んでから7日後、イエス様はエマニュエルに彼の体の中に戻る時であると語られました。最初彼は天国を離れることを拒んでいました。しかしイエス様は指の先でエマニュエルにそっと触れられました。気がつくとエマニュエルは腐敗した死体の中にいました。彼は片方の腕で自分の口の中から幾匹ものの蛆虫を懸命に出したと言っています。わあ。その部屋にいた彼の友人たちはエマニュエルの体が動いているのを見たとき、自分たちの目を信じることができませんでした。紐がほどけ、エマニュエルは体を起こしました。彼の友人たちはその学校から走って出て行き、自分たちは幽霊を見たと叫びました。けれどもエマニュエルも叫んで彼らに呼びかけ、自分は幽霊でないと彼らに言いました。彼は食べ物を与えられてから病院に連れて行かれました。エマニュエルの片方の腕は離れ落ちてしまいそうなまでに腐敗していました。ルワンダの医師たちはそれを切除することを決めました。しかし神はエマニュエルにそれを受け入れないようにと告げられました。神は超自然的な働き方でオーストラリアにいる一人の白人医師に現れてくださいました。神は彼にルワンダに行き、エマニュエルの腕が切除されることがないように手術を行うように語られました。ある不思議な幻により神はその医師にエマニュエルの写真とそのルワンダの病院の住所をお与えになりました。この医師はそれに従いルワンダでエマニュエルの右腕を救ったのです。1994年から1999年までエマニュエルの腕にはこの医師によって付けられた金属製の支持器具がありました。すでに彼はそれを取り外しています。癒された後エマニュエルは自分に起きたことや彼の天国訪問を証しするミニストリーを開始しました。現在彼はいつもアフリカの国々を移動しています。神が皆さんを祝福してくださいますように。昨日読んだね、昨日読んだウクライナの人の証とちょっと似てますよね。そうですね、似てる感じがします。死んでる自分を見るとかね、そのまたその自分が自分の死体の中に入ったら生き返るとか、まあ臨死体験でもあります。でも臨死体験だけじゃないんですね。本当にイエス様に会って、本当に、そのイエス様に会っただけじゃなくて天国に行ったということですね。はい、それではですね、よいしょ、もう一度景色をちょっと見せしましょうね。ここの景色はとてもいい景色ですね。じゃあですね、それでは
明石タイム行きましょうかね。明石タイム、はい、それではですね、明石タイム、何がいいかな、イエス様を来た者、イエスキリストを信じて、イエスキリストを来た者が天国に行けます、ね、天国に行くためにはイエスを来ていないと、イエスを来ていないと天国に行けません。ぜひ皆さんイエス様を信じて、洗礼を受けて、そして聖霊様をいただいて、イエス様を来て、イエス様を来て天国に行きましょう。それでは、明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様を信じて天国に行きたくなってきた、あんじゃない、天国に行くことが楽しみで楽しみで仕方ない証、イエス様を信じて天国を知って、天国に行けることを知って、天国に行きたくて行きたくて自国にもう絶対に行きたくないっていう風になってきた証、もう絶対自国に行きたくない、もうイエス様を信じきって、イエス様に従いきって、自国ではなく天国にもう絶対に行きたくなった証、スタートスタートスタート、キューちゃん、朝からイエス様の代弁ありがとう。神の兵士として命を捧げます。エマニエルと一緒に天国に行きたい。天国ある気がしてきた。アメン。ありますよ。イエス様のおかげで元気です。イエス様を愛していて話したくない。キューちゃん、天国の話ありがとう。天国に行きたいので信仰公演をいくつ打ちたい。洗礼とバプテスマは同じですね。洗礼のバプテスマは同じです。天国がそんないいとこだったら行きたい、天国に行きたい。アメン。この放送で救われました。この放送で救われました。キューちゃんの教会に行っていいですか。大歓迎ですよ。毎週日曜日はオフ会みたいなものです。ぜひ皆さん、日曜日は教会に来てください。またはネットで、礼拝ライブ見ることができます。礼拝ライブ見ることができます。イエス様と一緒に歩いていきたい。
教会どこですか？東京町田ですね。東京町田です。イエス様、希望をありがとう。そう、イエス様が希望であり、天国が希望です。イエス様が希望であり、天国が希望です。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて、そんなに素晴らしいとこなら、本当に天国があるなら天国に行きたい、そんなに地獄がとんでもないとこだったら地獄に行きたくない、この地上は天国に行く準備なんだ、この地上の生活は天国に行くための入り口なんだ、天国があるなら行きたい、そして罪を悔い改め、神様に対する罪を悔い改め、イエス様を信じて、イエス様に聞き従って天国に行く準備をしたい、天国に行く準備をしたいと思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン。イエス様を拒んで地獄に行くのではなく、イエス様を受け入れて天国に行きたい。アメン、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 アメン。日本に特大リバイバルが起きますように。アメン、アメン、アメン。アメン多いですね。アメン多いです。最近天国放送してるとアメンが増えてきまして、やっぱり天国に行った人の証大きいですよね。一緒に天国行きましょう。一緒に天国行きましょう。天のお父様、今日の放送感謝します。たくさんの方が天国に行きたい、天国に行きたい、本当に天国はあります。あなたがおられるのですから、あなたの住んでおられる場所もあります。どうぞ今たくさんの方が天国に行きたい、アメンと言ってます。彼らが悔い改めてイエス様を信じて、イエス様を受け入れて、イエス様を来ますように、洗礼を受けてイエス様を来ますように、イエス様を来て、イエス様を来て、そのキリストのものとなりますように、キリストのものとなりますように、イエス様どうぞ、イエス様アーメンと言った方々が、救われて天国に行くことができますように、天国に行くことができますように、導いてください、助けてください。たくさんの方が、たくさんの方が天国に行くことができますように、日本中、世界中、日本中、世界中、天国を知り地獄を知り、ああ人生の目的は天国に行くことなんだ、天国に行くことが目的なんだ、どうぞアーメンと言った方がみんな天国に行くことができますように、そしてまだ信じきれない人が信じれるように導いてください。本当に天国と地獄があるということを信じれるように、あなたがそのひらめきを与えてください。悟りを与えてください。本当に天国があるんだ、この地上は天国のモデルで、この地上は不完全かもしれない、罪に汚れてるかもしれない、しかし罪のない天国、完全完璧な天国があるんだということを理解することができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それじゃあ皆さん、また今日の夜8時ニコ生チャンネルでお会いしましょう。明日の朝は、ツイキャスですね。明日の朝ツイキャス。シャローン、シャローン、シャローン。良い一日を、良い一日。